はいどうもケマイです。今回なんですけども、バトルフィールド2042が失敗したら俺もうバトルフィールド見限ろうっていう動画です。そんな話をしていこうかと思います。本当にね、まあ BF ってもともとはめちゃくちゃ面白いゲームだったんですけども、まあ結構こけてこけてこけてっていうところがね、ここ数作品続いていて、ちょっといよいよもう後がないぞっていう状況かと思うんですよね。っていうところでですね、まあちょっと今回の2042、個人的にもまあ PV とかね、プレイ映像を見た感じめちゃくちゃ面白そうだなって、思ってはいるんですけども、これがもしこけたらもう多分 BF ダメだなと個人的にちょっと思ってるんですけども、今回はそんな話をしていこうかなっていうふうに思うのと、あとはね、バトルフィールドのクロスプレイっていうところがどのように作用する、どのように動くかっていうところがね、詳細発表されましたので、そこら辺の話もしていこうかなっていうふうに思います。という感じで今回はバトルフィールド2042について話していこうかと思いますので、ぜひね皆さん最後まで見ていってもらえると嬉しいです。このチャンネルでは最新のゲーム情報やおすすめのゲーム紹介、あとはゲームレビューとかやってます。まあほぼほぼ毎日ねゲーム関連の動画投稿していますので、ゲーマーの方やねゲーム界隈にアンテナ張りてえなと思って、アンテナ張りてえなと思ってる方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいので、よろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、どうすかみんな、買いますか BF2042 は多分 BF2042 についてちゃんと動画で取り上げるのは多分これが初めてかなと思うんですけども、まあめちゃくちゃ面白そうなんですよね。なんでかっていうと、まあここまでのね BF 何作か直近出てるんですけども、現代戦じゃないっていうところで結構銃とかが古いんですよね。そういうところでやっぱちょっとなんだろうな、あまり気持ちよさがないというか、やっぱハイテク感楽しみたいじゃないですか。はい。やっぱゲームなんでね、過去ってよりは未来を楽しみたいっていう人の方が多分多いんだと思うんですよね。あとはやっぱバトルフィールドっていうゲーム自体が割と現代戦とか近未来の戦いっていうところにすごく、まあ合ってるっていうのもあるんでしょうね。いろんなガジェットを使ったりだとかね。あ、まあそういうところもあって、結構売れてるゲームで言うと現代戦であったバトルフィールド2とか、あとはまあ、バトルフィールド4も現代戦ですよね。まあそういう感じでね、結構最近の、まあ近い将来とか、まあ現代っていうところをテーマにした BF は結構そこそこ売れるっていう、まあ法則があると思うんですよね。っていう感じで今回の2042に関してもおそらくまあ、そこそこ売れるんだろうなっていうふうには思いますし、はい、まあ期待はされているわけですよね、世界中から。っていう感じなんですが、もしこれがこけたらもう終わりです。いや、そうなんですよ。もうこれがこけたらもう BF はもう終わりだと思ってもらっていいと思いますね。はい。まあ本当にまあ最近はね、かなり BF っていうゲーム賛否両論あってですね、もう本当終わったゲームだっていう人もいるぐらい、かなり、まあ割れてるんですけども、まあおそらくこの2042っていうところにも期待を込めてねまあちょっと BF から一線をこうちょ距離を置いていた人も今回を機にちょっとやってみようかなと思っている人も多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあそんな人の期待を裏切るのか、それともちゃんと答えてしっかり、まあ、頑張ってくれるのかっていうところでね、本当に分かれる部分かなと思います。今後の BF をかなりもう分けるようなそんなゲームかなと思うんで、めちゃくちゃ期待してるわけなんですけども、まあ本題ですね、クロスプレイについての、詳細が発表されました。今回の BF のクロスプレイはですね、PS4 と Xbox One っていうところだけ隔離されて、PC と PS5、そして Xbox シリーズ SX っていうところが、一緒のサーバーで遊ぶことができます。クロスプレイで楽しむことができますよっていう感じの仕様になるそうです。どうすか皆さんは。どんな感想をいただきましたか。いやー、すいませんね。俺もまあ PC 勢なんですけども、いつも本当に BF ってね、最終的にはかそってしまうんですよ。まあ、コンシューマーの方が意外と人が残りやすいっていう傾向があると思うんですよ。ただ、まあ、今回は結構ちゃんと遊べるのかなというところで、すごく楽しみにはしてますね。俺 PC 勢なんで。はい。楽しめるのかな。やっぱちゃんと長い目で見て、かそらずに楽しめるのかなっていうところはすごい期待してるんですけども、いや、本当にまあ、迷惑をおかけしますと。何かっていうと、
まあ、今までね今週まで BF やってた人はあまり感じなかったかもしれないんですけども、 PC 勢的にはもう本当に当たり前のようにチーターがいるみたいな、もう1チームには1人ぐらいもうチーターがいて、でもうチーターの数でチーターが 何人いるかによって、もうあのチームの命運が決まるみたいなねあのそのぐらいねあのひどい状態なんですよ BF って。まあ、あの対戦人数が、64人っていうところで64人も同じマッチにいたら1人ぐらいチーターいるよねみたいなそういう感じで、まあ、結構そのチーター1人によってゲームが崩壊させられてしまうっていうのはもう本当 BF あるあるというか BF の、まあ、永遠のテーマですよね。はい、もう毎回チーターにゲームがもう終わらせられるっていうところがね本当に課題だと思うんですけども、もちろんねあの公式がちゃんとチーター対策っていうところはしてくれるとは思うんですけども、それでも絶対にチーターと、ゲーム開発っていうところはまあいたちごっこでね絶対になくならないんですよっていう現実があるので、はい、まあどうなるのかなっていうところですよね。でですね、まあ64人いたら1人ぐらいチーターいるよね理論だったんですよ今までは。でもこれがね倍になるっていうんですよね。今回の BF2042 では最大128人での対戦ができますよっていう、ゲームになってますので、まあそういうところで言うともうチーター遭遇率が倍になりますよと。チーター遭遇率倍になるんですよ。そのサーバーにチーターがいる確率は今までの倍になるんで、それで言うと本当にチーターとの遭遇率っていうのはかなり上がるんだろうなっていうふうには思いますね。はい、てか皆さんまずあれどう思うんすかね、その PC とまあ Xbox なり PS5 っていうところとのクロスプレイっていうところに関してはみんななんかどういった気持ちでいるのかなって思うんすよね。なんかやっぱりPS4 とかとかまあ CS 機の方からしてみるとエイムとかそういうところにある程度のこうビハインドを感じてしまっているのか、それともまあエイムアシストあって全然別にイーブンにやれてるから大丈夫ですよと思ってんのか、どんな感じなんですかね。俺はいつももう PC でしかやらないんであんまりまあ気にしてはいないんですけども、ただまあ PC でやっている側からすると結構パッド勢の CS 機とかでね、 CS 機とかでやってるパッド勢の方は結構強いな、頼りになるなっていう感じの印象ですね。全然なんかその動きが弱いなとか全く思わなくて、はい、まあ Apex がすごくね、先んじてというか、まあ Fortnite とかも先んじてか、まあそういった結構大型の無料ゲーっていうところがいち早くねクロスプレイっていうところに対応してくれて、だいぶその FPS のなんだろうな、クロスプレイっていうところに対する敷居がすごく下がってくれたと思うんですよ。すごいあのゲームたちが下げてくれたと思うんですよね。めちゃくちゃ良かったなって、やってくれて良かったなと思うんですけど、まあそういう意味ででも皆さんその現状にどう思ってんのかなっていうところはねちょっと気になるところですよね。でまあちょっと話を戻しますと Xbox One と PS4 っていうところとそれ以外っていう感じで分かれているわけなんですけども、まあおそらくねここら辺はそもそもまあ Xbox One と PS4 に関しては最大64人までの対戦しか対応していませんよっていう風にまあ事前に告知されているので、まあそういうところの兼ね合いもあるのかなっていう風には思いますよね。はい、まあだから新しくねちゃんと実装された128人対戦っていうところを楽しみたい方は、絶対にこの次世代機っていうところを購入しなくちゃ遊べませんよっていうところで、機能で差別化されてるんですね。ソフトを次世代機で独占とかねそういう話ではなくて、その中身の機能で分ける、切り分けるっていうところで、ここはちょっとねやり方面白いなと思ったんですけども、でもそうなってくるとねやっぱ 100% の状態で自分の好きなゲームをやりたいと思うのが多分人間だと思うんで、人間でありゲーマーだとは思うので、おそらく、ものすごいまたね PS5 需要そして Xbox 需要っていうところが生まれるんじゃないかなと思ってます。いやどうなんだろうね、いや本当にちゃんと行き渡ってほしいなと思いますね。本当はさ、なんだろうな、本当は128人で対戦したいのに次世代機手に入らないから64人で我慢してますなんていうの悲しすぎるじゃんいや悲しすぎるよそれは、さすがになんかね、しかも同じゲーム買ってるわけじゃん。なんかそもそももうゲームが買えませんっていうまあ段階だったらまだ分からんでもないんだけど、ね、同じゲームを買っているにもかかわらず機能的にそっちは遊べないんです、だから64人で我慢してますっていう声聞いたら俺もう
なんか悲しくなっちゃうよ多分マジで。いやーなんかね嫌ですよねそういうのね。いやでも多分そういう問題起きるんだろうなとも思うわけですよ。結局ねなかなかやっぱ今年中はそのやっぱ供給不足っていうところがね、次世代機の供給不足っていうところがやっぱ問題視されてるよっていうところでもう変わんないですよっていう話がもうあるので、おそらくまあこの話はね絶対にその10月の発売日の時にまでに解決してるような話ではないと思うんですよね。だから絶対に起きうる問題だとは思うんですけども、いやそんな人が少しでも減るようにね絶対に皆さんあの PS5 そして Xbox ぜひあの頑張って手に入れていただければいいなと本当思いますね。まあこれを機にね PC デビューするっていうのもまた一つの手かなっていうふうには思うんで、ぜひ、皆さん検討してほしいなと思うんですけども、最後にねもう一個だけちょっと話をしたいです。あのねミンドの話ね、いや俺一番嫌いなんですよミンドっていう言葉ね。いやこれ本当にあんま好きじゃなくてこの言葉がいやなんかやっぱ PC 勢と、コンシューマー勢が一緒にこう交わることによってそのやっぱミンドがとかね、キッズがとかね、そういう話がねやっぱ上がってくるわけですよ。もういいじゃないかと。そんなさ、ミンドがどうこうとかもう別にいいじゃん。思わないですか？俺だけなんですかね、そんなこと思ってんの。みんな気になるんですかね。特になんか、BF なんて、そのお祭りゲーなんすよ。極論。ガチガチにガチるゲームじゃなくて、お祭りゲーなんだから、みんな本当になんか、おのおのの楽しめる形で、楽しんだもん勝ちのようなゲームだと思うんで、そんななんかミンドがとか、もうそんな話はできればしたくな、してほしくないなと思いますね。はい。まあ、全然俺はあの PC でやってますけど、コンシューマー勢のミンドがどうこうとか思わないし、はい。まあ本当に全然あのそういうなんか偏見とかないので、ぜひ本当に、まあ平等にみんながね、同じあの温度感で遊べることが望ましいですよね。まあきっとね、これからいろんな BF2042 に関わる動画がね、まあ俺以外の人からも出てくると思うんですけど、くれぐれもね、やっぱこのミンドがみたいな感じで、なんかそのどちらかを、まあ、PC で、そしてコンシューマーで、まあ、どちらか一方を蔑むようなね、感じのことはぜひもう言わないであげていただきたいなと思いますという感じで、僕からは以上です。僕からは以上です。基本的にはもう言いたいことは言いましたっていうところでね。はい。まあ、今回はこれで終わろうと思います。この動画が良かったなと思った方は、ぜひチャンネル登録してくれるとめちゃくちゃ嬉しいんで、よろしくお願いします。それじゃあみんな次の動画でまたお会いしましょう。ではまた。